皆さんこんばんは。今日も皆さんお仕事、学校、家事、子育てお疲れ様でした。皆さんがぐっすり眠れますように。それでは今夜は動物の雑学200選始めます。ペンギンは水中で泳ぐとき、体の温度を一定に保つために、血液を体表に送り出して冷やしている。モグラは、頭部にある特殊な器官を使って、地中の獲物を探知している。キリンの舌は、非常に長く、約45センチメートルも伸ばすことができる。象の牙は象牙として高価であり、密猟されることが多い。蜂の群れは女王蜂を中心にして社会的に構成されている。リスは口の中に溜め込んだ食べ物を頬袋に入れ、持ち運ぶことができる。鹿の角は、成長に伴って、毎年新しく生え変わる。ハイエナは、非常に強い顎を持っているため、骨まで噛み砕くことができる。イルカは人間の声の周波数帯域を聞き取ることができる。バッタはジャンプするときに足を使って弾力を作り出している。アリは群れで働くことで非常に効率的に獲物を捕らえることができる。フラミンゴは鮮やかなピンク色の羽毛を持っている。猿は脳が進化した結果、高度な知能を持っている。カメレオンは皮膚の色を変えることで周囲の環境に溶け込むことができる。クマは冬眠中でも呼吸や代謝が維持されるため長い期間生き延びることができる。ヒトデは切り離された腕が再生することができる。ワニは大きな口を開けた状態で顎を閉じることができない。アヒルは水の中でも空気を吸って呼吸することができる。カメは一度に6回しか息をしない。イルカは人間よりも高い周波数帯の音を聞くことができる。ペリカンは喉に溜め込んだ水を使って獲物を捕まえることができる。ハチドリは翼を毎秒80回以上も振って空を飛ぶことができる。チーターは時速 110km 以上で走ることができる。ラクダは体内の水分を長期間保つことができる。キツネは尾を使ってバランスを取りながら走ることができる。羊は群れの中で集団で進んでいくことが多い。オウムは
人間の言葉を真似ることができる。ハリネズミは背中にあるトゲを使って身を守ることができる。サメは発電機のような器官を持っているため電気を出すことができる。オウムガイは毒を持っているため天敵から身を守ることができる。カニは足を自分で脱ぐことができる。ハチは女王蜂を中心にして社会的に構成されている。リスは口の中に食べ物を詰め込んで頬袋に入れ、持ち運ぶことができる。ハイエナは強い顎を持っているため、骨まで噛み砕くことができる。カタツムリは腹足類で足の下に粘液を分泌して滑りやすくしている。ゴリラは人間と 99% 以上の DNA を共有している。オットセイは陸上での移動は不得意だが水中では早く泳ぐことができる。ウサギは驚いた時に後ろ足で飛び跳ねることができる。クマは体内で冬眠することができる。エミューは2本の足で早く走ることができる。カブトムシは1時間以上も空を飛ぶことができる。オオカミはオオカミや犬などと一緒に過ごすことで人間の手の届かないところにも入り込むことができる。イノシシは体重100キログラムを超える個体もいる。ペンタキュエスラ、ナイアガランシス、南極カイクラゲは体長が 30m 以上にもなる。カマキリは首を180度回転させることができる。ワニは1回の食事で体重の半分以上を食べることができる。ヤモリは尾を自分で切り落とすことができる。バッタは跳躍力が強く、自分の体重の25倍以上の距離を飛ぶことができる。牛は胃が4つあることで知られる。レミングは集団で大移動することがある。クジャクは羽を広げると長さが 2m 以上になる。フクロウはほとんどの種類が夜行性で、暗い夜でも獲物を狙うことができる。ミツバチは花粉や蜜を集めるため花と花の間を飛び交うことで受粉を促す。ラッコは氷の上で寝ることができる。アリクイはトンネルを掘って住むことができる。サイは大型哺乳動物の中でも最も短い睡眠時間で生きている。サメは約50種類が胎生で、卵を産まずに子供を産む。
モグラは地下で生活するためほとんど目が見えない。キリンは首が長いため水を飲む際には前足で床を支える必要がある。バクは水を飲むためにその鼻を伸ばしている時には呼吸を止めることができる。ゴルゴンザオウミガメは寿命が200歳以上にもなる。カモノハシは体温を一定に保つため冷たい水の中でも生活することができる。クラゲは一部の種類では胴体の直径が 3m を超えることがある。カンガルーは跳躍力が非常に強く最大で 9m 以上飛び跳ねることができる。ヒョウは縞模様の斑点が体にあり、その形状は個体差がある。フラミンゴは一日に約 4kg の餌を食べる。ハンビョウは人間の皮膚に住んでいる細菌を食べることができる。カラスは知能が高く道具を使った行動が観察されている。ヤギは垂直に立つ壁を登ることができる。ネズミは一日に自分の体重の半分以上の食べ物を摂取することがある。カエルは緑色の部分が内臓の一部であるため自分の体を食べることができる。フルマカモメは翼を広げると 2m 以上にもなる。コアラはユーカリの葉しか食べないため栄養不足になることがある。ヤドクガエルは皮膚中に毒を持っているため捕食されにくい。カブトガニは生まれてから20年以上も生きることができる。ナマケモノは常に逆さまにぶら下がっているため自分の体重で胃液が逆流することがある。イルカは人間の言葉を覚えることができる。牛は4つの胃を持っているため消化力が非常に強い。フクロウは目が非常に大きく視力が非常に鋭い。テングハギはクモの仲間で日本に生息する。マントヒヒは虫を捕まえるために歯を工夫して道具にしていることが観察されている。フクロウガメは非常に遅い動きで移動には一日に数メートルしか進まない。エミューはオーストラリアに生息する大型の鳥で地上で最も速く走ることができる。チーターは陸上で最も速く走る動物で時速約 100km で走ることができる。ナマケモノは逆さまにぶら下がっているため体内でガスが溜まることがある。ペリカンは
口の中に魚を入れて水を吹き出し、魚を捕まえることができる。豚は人間と同じくらい知能が高く、社交的な動物であることがわかっている。ホッキョクグマは鼻の先まで伸びる特別な鼻毛があることで、極寒の地での匂いの探知ができる。怠け者は一日に数分しか動かないため、非常に低い代謝率を持っている。イノシシは地面を掘って根菜類を探し出すことができる。ハエは目が約4000個もあるため、周りの動きを非常に鋭く感じ取ることができる。オウムは人間の言葉を覚えることができ、モノマネをすることができる。ウミガメは柔らかい鼻孔から鼻水を出して塩分を排し、輸出海水を浄化している。ゴリラは知能が高く、道具を使って食べ物を取ることができる。ホタルは腹部に発光器官を持っており、光を出して夜間に交尾相手を探す。シャチは陸上での移動が苦手なため、水中で獲物を狩ることができる。パンダは竹だけを食べるため、食事の際に非常に時間がかかる。クジャクは羽を広げて色鮮やかな模様を見せることでパートナーを誘う。アライグマは手先が器用で水辺の食べ物を探すことができる。キングコブラは最大で 5M 以上の長さになることがある。ヤマアラシは体の表面に硬い棘を持っており、捕食者から身を守る。カモノハシは鼻先にある長い鼻を使って水底の草や昆虫を食べることができる。マダニは血を吸うことで感染症を媒介することがある。イタチは野行性で鋭い爪と歯を使って獲物を狩ることができる。カワウソは水中での泳ぎが得意で、腕には水かきがある。水苔に住むクロウメモドキは人に見えるように進化した。カマキリは瞬時に動く鋭い爪で獲物を捕らえることができる。ハリネズミは体を丸めることで身を守ることができる。クモは獲物を捕まえるために網を張ることができる。モグラは地中で生活し、強力な前足でトンネルを掘ることができる。ロバは非常に頑強で、荷物を運ぶために使われることが多い。パンサーは非常に俊敏で、木登りが得意である。マングースは蛇を狩ることができる。
ハヤブサは瞬時に飛び上がって空中で獲物を捕らえることができる。ウミウシは海中での生活に適応した形態を持っている。キルは血を吸うことで感染症を媒介することがある。ハムスターは頬袋に食べ物を詰め込むことができる。イルカは音響によるコミュニケーションを行うことができる。ツバメは非常に速く飛び、空中で獲物を捕らえることができる。ヒグマは非常に大きく、強力な爪と歯を持っている。ウサギは非常に素早く走ることができる。タコは吸盤を使って物を掴んだり、色を変えたりすることができる。ヘビは鱗で覆われており、剥がれ落ちた鱗を新しいものに生え変わらせることができる。サメは非常に大きく、鋭い歯と強力な筋肉を持っている。ゾウは非常に大きく、長い鼻と強力な歯を持っている。猿は手足を器用に使って物を掴んだり、木登りをしたりすることができる。サルモンは河川を遡上して産卵することができる。シマウマは黒と白のシマ模様を持っており、身を守るための迷彩にもなる。マンモスは絶滅した哺乳動物の一種であり、非常に大きく毛皮を持っていた。クジャクは美しい羽毛を持ち、尾羽を広げて威嚇することができる。カマキリは素早い動きで獲物を捕らえ、頭部にある複眼で360度見渡すことができる。ライオンは非常に強力な顎と鋭い爪を持ち、獲物を仕留めることができる。マグロは大型の魚であり、食用として人間にとって重要な存在である。カメレオンは長い舌を使って獲物を捕らえ、色を変えて環境に溶け込むことができる。ゴリラは非常に大きく、強力な手足を持ち、葉や果実などを食べることができる。オウムは人間の言葉を真似ることができる。カバは非常に大きく、水中でも息を止めることができる。パンダは竹を食べることができる。シャチは非常に大型のイルカであり、鋭い歯を持っている。シロクマは非常に大きく、厚い毛皮を持っている。オオカミは非常に社会的な動物であり、群れで狩りをすることができる。ピラニアは非常に鋭い歯を持っており、獲物を狩ることができる。
カタツムリは非常に緩やかな動きで移動し、腹足類に分類される。カモノハシは水中でも息を止めることができる。シュモクザメは非常に長い尾を持ち、攻撃的な性格を持っている。ハシビロコウは大きくて色鮮やかなくちばしを持っている。シマウミヘビは海中で獲物を捕らえることができる。カピバラは世界最大のネズミ科の哺乳動物であり、水辺に生息することが多い。ハリネズミは身を守るために針木を立てることができる。フラミンゴは美しいピンク色の羽毛を持っており、単独で行動することが多い。ホエールウォッチングは、クジラを観察することを指し、世界中で人気の観光アクティビティの一つである。ウサギは、非常に速く走ることができる。ハンミョウは、激しい変色能力を持ち、環境に合わせた色に変化することができる。ナマケモノは非常にゆっくりとした動きをすることで知られ、騎乗生活を送る。サソリは非常に毒性が強く、威嚇するために尾を立てることができる。パスモンキーは人間に近い行動をすることで知られ、道具を使って獲物を捕らえることができる。アシカは海中で素早く泳ぎ、高い飛び跳ね力を持っている。ワニは非常に強力な顎と鋭い歯を持っており、獲物を仕留めることができる。ブタは鼻を使って土を掘ることができ、食用として世界中で広く飼われている。ヒョウは美しい斑点模様を持ち、木登りが得意である。カモは水中で潜水することができ、水草や小魚を食べる。オオサンショウウオは非常に長い寿命を持ち、最長で100年以上生きることができる。テングザルは非常に大きな鼻を持っており、声帯が発達しているため、大きな声を出すことができる。シロイルカは人間によって最もよく知られたイルカであり、観光地では人気のあるアトラクションとなっている。カンガルーは大きな跳躍力を持ち、後ろ足で立って草を食べることができる。クマは冬眠をすることができ、長い間食べ物を取らずに生き延びることができる。シマウマは体にシマ模様を持ち、非常に速く走ることができる。マダガスカルアイヌワシは世界最大の猛禽類であり、長い尾羽を持っている。ペリカンは喉に袋を持っており、魚を捕まえる際に水を取り入れることができる。
ハンドウイルカは唯一の淡水イルカであり、アマゾン川に生息している。ハチドリは非常に早く羽ばたくことができ、花の蜜を吸うために長いくちばしを持っている。オウムは人間の言葉を学ぶことができ、コミュニケーションに使われることがある。イノシシは非常に勇敢で攻撃的な動物であり、鋭い牙を持っている。サメは非常に古代から存在しており、進化の過程で多様化してきた。クモは非常に毒性が強く、獲物を捕らえるために巧みな罠を張ることができる。キリンは非常に長い首を持っており、高い木の葉を食べることができる。オットセイは海で狩りをすることができ、水中での運動能力が非常に高い。ヒトコブラクダは荒涼とした環境で生息し、長い距離を移動することができる。パンダは非常に可愛らしい外見で知られ、竹を食べることができる。ピラニアは非常に鋭い歯を持ち、獲物を瞬時に食い殺すことができる。ヤギは非常に機敏で、崖や岩場を登ることができる。アリクイはアリやシロアリを食べることができる。イルカは非常に知能が高く、人間とのコミュニケーションにも使われることがある。キツネは非常に賢く、生息地によって様々な種類が存在する。タスマニアデビルは非常に凶暴で、鋭い歯を持っている。ハヤブサは非常に速く飛ぶことができ、鋭い爪を持っている。フラミンゴは非常に美しいピンク色をしている鳥である。ミーアキャットは非常に社交的な動物であり、群れで生活することが多い。ヤマアラシは背中に鋭い棘を持っており、敵から身を守ることができる。リスは非常に活発で、木の実や習字などを食べることができる。ブリカケスは非常に美しい羽毛を持っている鳥である。ウサギは非常に素早く走ることができ、大きな耳を持っている。ヒョウは非常に美しい模様を持っており、狩りの能力が高い。マングースは毒蛇などの危険な動物を狩ることができる。レッサーパンダは非常に可愛らしい外見で知られ、竹を食べることができる。カブトムシは非常に強い力を持っており、木の幹を食べることができる。ツバメは非常に速く飛ぶことができ、空中でのスピードが驚異的である。
象は非常に大きな体を持っており、非常に強力で